まあやはり、春先から見ると、うん、自分の形の中でスイングができているようには見えますけれどもね。あ、そうですか。そしてあんまり左バッターに対しても体がその開かないんで、あ、そうですか、まあ、右左あんまり苦にしないんじゃないかなっていうふうなね、構えを見ていると感じるんですけどね、はい、やはりそう左ピッチャーに相対すると体が開いてしまうという。そうですね、開いて見ちゃう、まあ、左対左っていうのはね、特にあの確率がね、どうしてもヒットが出にくいっていうよく言われてますけども、まあ、吉川選手の場合はそういうふうな感じが見受けないんでね、うん、今のスイングを見てもしっかりピッチャーに入っていってますからね、はい、ツーボールワンストライクから打ちました。いい当たりだ。右中間も破っていった。さあ吉川一塁を蹴って二塁へ向かう。ツーベースヒットになりました。ワンアウトランナー二塁です。いい形でヒットが出ました。しっかり入っていってしっかり振り抜いてますよね、はい、あ、そうですね、ね、もう1個前のファウルの時も関さんおっしゃってましたが、そうですね、非常にあそこに引っ張っていけるっていうのは非常に、まあ、あの成長の、まあ、なんていうか、はい、ものを感じますよね、さあそしてランナーに出ましたので、鈴木さん、ランナーセカンド、この吉川の動きにも注目してみてそうですね、まあ、セカンドランナーになると打球判断が非常に大事ですから、ワンヒットでね帰ってこれるっていうのが吉川選手の走力の武器にもなりますからね、はい、そういったところも見てみたいなと思いますね、はい、ストライクからバッターボックスは青山です。ファウルボールですね。リードの大きさが問題なのではなくて、リードの大きさが問題ではなくて、そのリードをした次の、はい、そのステップしているそのシャッフルと言われるものの、はい、その強さがちょっとないんですよね。ですがその分スピードが乗らないで打球判断してしまうので、足が速いからいいですけど、はい、これをもっともっと生かすためには第2リードをしっかりとってその流れの中で打球判断ができるようになると、もっともっと簡単にホームに帰ってこれるっていうかね、その、なんていうか手前の打球でも際どい打球でもホームインできるっていう可能性出てきますから、もうちょっとですよね、合ってませんからねシャッフルがね。僕はもうピッチャーとの間合いとかピッチャーの中でこういろいろ自分がこう微調整していかなきゃいけないんですよね、はい、三遊間破った。あっとここはヒットになりまして一塁三塁。この三遊間の当たりというのは鈴木さんどうなんですか。あれは難しいんですけど、そうですね、もう最初に止まってしまいましたよね。もう見てしまう、この見てしまう動きが行く姿勢じゃないんですよね、はいはい、言ってるわけじゃないですから。打球判断に対して見てるっていうだけですから、はい、行く姿勢の中で戻るのか行くのかっていう意識がないと、うん、あれはどうしても止まってしまうんですよね。理想は止まらずに動きの中で判断する、動きの中で判断して行く行かないっていうのがジャッジメントできると非常にいいランナーになれるわけですよね、はい、